今日の福岡地方は朝から青空が広がって気温が 13.5 度、北西の風 2.1 メートルとまずまずのマラソン日和となりました。今大会は来年のロスオリンピックの日本代表選手の選考をはじめ、瀬古と世界最高記録を持つアメリカのサラザールとの対決、さらに記録への期待と話題の多い大会となりました。そして午後0時15分、外国招待選手17人を含む145人の選手が平和台陸上競技場を一斉にスタート。初冬の柔らかな日差しを背に受けて、ガンノス折り返しの 42.195 キロに挑みました。レースは前半予想通り、タンザニアのイカンガーがペースメーカーとなり、瀬古、サラザールらが先頭集団を形成しました。そしてレースは5キロを平均15分20秒前後で走り、まずまずのペースで展開されます。そしてガンノスの折り返しでは、オリンピック2連勝ベテランのチェルピンスキーを先頭に有力選手が一丸となって通過。勝負は後半に持ち込まれました。イカンガーは終始安定したストライドで集団を引っ張り、これにサラザール、ソー兄弟、キタ、セコラがつけて、35キロを通過するまで先頭集団7人の形は崩れず、お互いに抜け出すチャンスを伺います。そして今日のポイントは 39.5 キロでした。ここでイカンガーがスパートをかけ、疲れが見えてきたソー兄弟、サラザールらが脱落。レースは瀬古とイカンガーの一騎打ちとなりました。こうなれば瀬古のペース、イカンガーをピタリとマーク。沿道に詰めかけた観衆の大声援を受けてペースを上げます。瀬古は心配された練習不足を全く感じさせない力強い走りでスパートのチャンスを伺いますが、26歳のイカンガーも譲りません。結局勝負はゴールの競技場にもつれ込います。大歓声の中、ゴール前の直線で瀬古が得意のスパート、2時間8分52秒の好タイムでゴールイン。この大会3年ぶり4回目の優勝を飾りました。なお2位はイカンガー、ソウ・シゲルが3位、弟のタケシが4位となり、瀬古とソウ兄弟の3人はオリンピック出場権をほぼ確実としました。なおサラザールは終盤精彩を欠き5位に終わりました。今日のコンディションからいくと後半の早かった方が良かったですから、ちょうどもうついてました。幸運だったです。